はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ソード仮面ライダービルドアクションガーディアンズです。はい、最新のソードのアクションエネミーズが発売されましたので、その前に、まずはガーディアンズから紹介しましょう。これが発売した時は、僕は最高に体調が悪くって、作ることができませんでしたから、体調が良くなってから作り終えたんですが、まだ紹介してませんでしたよね。その名の通り、ガーディアンズ関連が中心のラインナップで、1番がトートのガーディアンのスーツタイプ、5番がファウストのガーディアンのスーツタイプ、2番がアーマータイプガーディアンのボディと、3番、4番がそれのアーマーで、3番にはトートとファウストのシールが入ってて、4番にはセットと北斗のシールが入ってますから、いろんなガーディアンに換装可能なのと、2番を余分にもう1個買うことで、アーマーガーディアンに関しては一応4タイプを全て楽しむことができますね。胸部分とか2個入ってますからね。ではレビューしていきます。はい、まずは1番のスーツタイプガーディアン。これはトート仕様で、これ一つで完成しますから、いわゆる無理してるわけですよね。とはいえ、ものすごくクオリティが高くて、専用造形になってちゃんとこのために一から作ったっていうところがすごいですよね。もともと色が少ないキャラクターではありますから、シールは胸とか腕章とか背中のトートマークとサイドのライン部分と下半身のここのラインと、あとは頭部に 1,2,3,4,5 個のシールがありますね。で、武器に関してはアーマーガーディアンよりちょっと簡素な形になってて、可動はすごく動かしやすくて、出っ張ってるところもありませんから、かなり自由に動きますね。首動く、腰動く、ここロールあって、肘、手首可動はないですね。で、下半身はボールジョイント、ももロール、膝、足首で、普通にライダーキックポーズなんかもガーディアンで、首結構動かしやすいね。させることなんかもできますし、裏側にジョイント穴がありますから、専用の台座もガーディアンと書いてあって、ここにブツッと差し込んで、ディスプレイすることなんかも OK ですね。もちろん機械兵士のガーディアンらしくスラッと立たせたりとか、武器を外して素の状態はこんな感じ。プロポーションも全然いいですよね。近づいてみても服のシワ感とかかなりいい感じ。銃を持っての待機状態だったり、関節がすごくよく動きますから、射撃ポーズなんかも決めやすくて、ビルドと組み合わせればやられ役っぽさも出ますね。そして5番は同じスーツタイプのファウスト版で、基本造形は全く同じですが、首から下はオールブラックの成型色ですね。頭部のみ、フロントのシールがファウスト用のものに変わってて、これだとナイトローグと組み合わせてみたりとか、スタークと組み合わせたりとかして、ファウスト感を出すことができますね。ただやっぱり基本は複数体並べて使うような形ですよね。ちょっと言ったらだと寂しめ。同じスーツタイプ同士で並べるところで無駄にプロポーションがいいですから、ちょっとポーズをしてると意外とかっこよく決まりますよね。一個買えば完成するっていうのがいいな。そしてアーマータイプのガーディアンもこれが素の状態で、ここからアーマーを別売りのものをセットすることで、肩とかもカチャッとしっかりはまりますね。肩アーマーに関しては他の生徒北斗等と共通ですから、胸と顔のシールが違うのみですから、はい、これでまず等とのアーマーガーディアン、武器も専用造形のものがつきますね。先ほどのスーツタイプよりちょっとごつめになってて、これもちゃんとこのために全て専用造形で作られてますね。TO さんやばすぎ。アクションガーディアンズまでは DO さんじゃなくて TO さんなんですよね。そして頭部と胸部分のみトートのシールを使っておりますが、このセットにはファウストのシールも入ってますから、ファウスト版にすることもできますし、逆にもう一個のアーマーガーディアンも余ってるシールを使うことで、トートバージョン2体とかファーストバージョン2体とかそういうこともできますね。シール構成までほんとよく考えられてる。ちなみにアーマーの前面部分は余分に1個ついてて、アクションボディ側の頭部もありますから、このトート状態から顔と胸アーマーの前面のみ付け替えることで、あっという間にファーストバージョンに変更することができるんですよね。素晴らしい。武器はブラックバージョンなんかも付きますから、これをセットすれば、はい、標準の武装自立状態が完成しますし、むっちゃかっこいいくない？この角度とか。これが雑魚キャラとか、何気にすごいことだよね。ライオトルーパーとか、あとカブトのゼクトルーパーとか、あの辺の量産型系に比べても、今回よりメカっぽさが強調されてて、個人的にはハマるな。
ちなみに可動域は普通のライダー系と変わりませんので、肩アーマーとかも干渉せずによく動きますね。もも周りのアーマーは別パーツじゃなくて、最初から一体成形になってて、そこから一部塗装されているような形です。ちなみにシールはここのベルト部分と正面と肩アーマーと腕のアーマーの前後がシールで、シール少なめですね。機械的なモールドもめっちゃ細か。水平方向もかなりしっかり動きますので、横に向けての射撃ポーズだったり、この銃剣造形を使っての斬撃っぽいこともいけるし、武器をトートのものに変えて武装することなんかもいけますね。割とゴツめの体型とはいえ、台座にはしっかりはまりますので、アクションポーズなんかも決めやすくて、これもこの大きな武器持ち状態の、今ちょっと肩アーマー外れちゃいましたけど、外れやすいとかそういうことはありませんね。この状態でのライダーキックポーズなんかも、ガーディアンライダーキックポーズなんかも問題なくいけますよね。もうちょっとこうかな。はい、こんな感じで弱々しいキックポーズなんかもいけるし、4番のアーマーを使ったガーディアンに関しては、シールが北と西と以外に財団 X もあって、これで映画状態も再現できますから、そう思うと、5種類のシールを全部使おうと思うとアーマーセットがもう1個いりますね。とりあえず僕は北と西とのシールを使いました。基本的な遊び方は変わりませんから、例えば北とであれば、頭と組み合わせて並べたりとか、アーマーと頭部を西とに切り替えて、ローグとかブロス系と組み合わせて西と感を出すこともできますね。はい、今回完成の4体をずらっと並べるところで、見た目は相当かっこいいとはいえ、基本は量産機ですから、やっぱり複数並べた方がしっくりきますし、ライダーと組み合わせてみんなガンガン吹っ飛ばされた方が、雑魚キャラっぽさが出ていい感じですよね。ということで、ソード仮面ライダービルドアクションガーディアンズを紹介しました。このシリーズは割とスーパーとかコンビニで余り気味になってて、よく値引かれたりとかしてますけど、実際作るとめちゃくちゃかっこいいですから、ほんとびっくりするぐらい感動するレベルでかっこいいので、もしお近くでまだ買えるようであればとか迷ってた方がいれば、タイミング的にはもう今ハードガーディアンに変わってるところではありますけど、今おすすめ。ほんとかっこいい。特にね、シールがいろいろ多彩でいろんなバージョンに切り替えることができますから、今は亡き TO さんのイズムを感じることができる名品だと思います。では次の動画ではアクションエネミーズいきましょう。